大学附属養成高等学校吹奏楽部です。これから少しの間ではありますが、私たちの演奏をお聴きください。申し遅れましたが、本日司会を務めますのは高校2年パーカッションパート矢倉隆生と、同じく高校2年サックスパート河合文也です。最後までよろしくお願いします。Thank you.
いかがでしたか？次にお送りします曲は明日か石器です。この曲はスタジオジブリの宮崎駿監督が構想16年、制作に3年もの歳月をかけた長編アニメーション映画もののけ姫のメインテーマとして作曲家の久石譲さんによって作曲されました。この明日か石器の石器というのは草に埋もれながら耳から耳へと語り継がれ後世にわたって受け継がれる物語を意味するもので宮崎駿監督によって造語されました。この言葉通り穏やかで旋律ながらその中に語り継がれていく力強さを感じることができ、その旋律も様々なパートへと受け継がれていきます。壮大な曲調とサウンドをお楽しみください。それではどうぞ。
楽しみいただきましたか？次にお送りします曲は How far I'll go、 どこまでもです。この曲はウォルト・ディズニー・アニメーション・スタジオが制作する56作目の映画モアナと伝説の海の主題歌であり、監督の2人にとってモアナはコンピューターアニメーションを主軸とした初めての映画となっており、その主人公モアナ役を演じるヤベック・トモナさんによってリリースされました。海の流れのように次々と移り変わっていくメロディーやホル、アルトサックスのソロにも注目してみてください。なお、ここからは1年生も交えた総勢141人での演奏となります。準備が整いますので今しばらくお待ちください。そんな陽気な恋をぜひお楽しみください。
それではどうぞ。大将の渋谷、サザエさんの磯野波平役をこなし
私たちの演奏を最後までお聴きくださりありがとうございました。それではどうぞ。
皆様こんにちは。私たち大阪府の枚方市から参りました東海大学附属行政高等学校吹奏楽部です。本日はこんなにもたくさんの方に聞いていただきまして本当にありがとうございます。温かい拍手にお応えしましてアンコール1曲用意してますので、ぜひぜひ。アンコールで演奏いたしますのは吹奏楽といえば行進曲が一番こう演奏される機会が多いんですが、ジョン・フィリップ・スーザというマーチ王と言われた、ジョン・フィリップ・スーザという人の美中の美という曲を演奏したいと思います。美中の美というのは美しいものの中で一番美しいというタイトルを持つ曲でして、すごく美しいメロディーが出てきますのでそのあたりもお楽しみいただければと思います。本日は3時から始めてまして3時、4時、5時、6時と4回ここで演奏しております。今演奏してますのがプログラム B というプログラムで次5時から演奏しますがまたプログラム A と別のプログラムで演奏いたしますのでもしお時間ある方はもう少しこの後もお付き合いいただければと思います。本日は誠にありがとうございました。